マイドジャーニーといえば、自分たちのめちゃくちゃ興味のあるテーマだけを取り上げ展開されるトーク。これ誰の質問？誰やろこれ。おい、そしてもう一つ忘れてならないのがショータイム。キラキラ輝き歌って踊るなにわ王子キンパン、そして関西ジャニーズジュニアを毎週見ることができるのはマイドジャーニーだけ。今回は皆様のもう一度見たいというリクエストにお答えしてショータイムスペシャルをお届けします。まずはなにわ王子編をじっくりとお楽しみください。オリジナル編集版をご覧いただきましょう。もうどこかしてる痛いほどにことを騒いでる、もう強がるだけ苦しいんだ、視線が呼び
涙は無駄にならないよ。あいつの声思い出す。Whoa, whoa, 壊れた夢の影。続いてオリジナル編集版を見ていただきましょう。金管でセカンドムーブメント。 Just no breaking out。始めよう。通り過ぎた奇跡、そして繋がる明日の轍。そうなくしかけた夢は今もあの日のように色褪せぬまま背中を叩く。 Rebuild myself、 希望を探して、誰もが孤独な時代に。 Rebuild myself、 その壁の先に生きてく強さが感じてる。胸の奥に残るイノセンス、導く光に伸ばしたこの手で新しい扉。 Just no breaking out。 セカンドムーブメント、切ない痛みをメロディーに乗せて、oh, 響かせて。 セカンドムーブメント、傷ついた愛を優しく奏でて、バイク保険もチューリッヒ。お待たせいたしました、マイジャニメンバー全員集合編です。 OK。 鼓動が急ぐ、今年会うのは何回目だろうと、全てを捧げ抱き合おう、いつもより強く。寂しい恋だと人は言うけれども、そうじゃない、こんなにも幸せなんだ。 Wow, wow, 10年後の今日の日もきっと愛しさに変わってく。これからもこれからもずっと君のために笑おう。メリークリスマス、ジャーニー。
許したことさ誰にだってあるだろう。チャレンジなら何度頑張ってもかけがえなき絆を信じてやってもんだわなんて言えるくらいさ夢中になれたらいかがでしたか。番組ではこれからもなにわ王子、金冠、そして関西ジャニーズジュニアの なってたものを感謝祭として皆さんに感謝を伝えるような公演になっていますのでぜひ皆さん楽しみに待っててください。来てください。よろしくお願いします。ジャーニージャーニーします。先
週に引き続きゲストは元シンクロナイズドスイミング北京オリンピック日本代表青木愛さん。前回はシンクロクイズでリトル関西の絆が本物か判定しましたが、今回は女性ゲスト恒例の寸劇企画をやっちゃいます。題してワンコクキュートにかぶりつけ頬張り男子選手権。こう見えて実はね、大食いという青木さんです。すごい細いのに。大食いというか、あのシンクロ選手って結構食べなきゃいけなくて、で現役中めちゃくちゃ1日4500キロカロリーって食べてる。消化早っ。消化早っの方だよ。大食いとかじゃないよ。確かにその辺食べてシンクロやるってすごいですね。やっぱり丸1日練習すると打ち痩せちゃうんで、そんだけ食べてて、そういうこと。だから結構今も食べれます。おい、最近の女性はなんかわんぱくに美味しそうに食べてる男性を見て癒されるっていう人が多いらしいんですけど、青木さんはどうですか？あ、でもそうですよね。なんか全然チビチビ食べる男子なんて男子ちゃうな。そうっすね。がぶりつかないとダメですね。はい、大張り男子。ということでこちらの中から一つずつ頬張りたい食べ物を選んでもらって、それを一口食べてから青木さんや視聴者の皆さんが喜ぶような決め台詞を言ってもらいたいなと思います。なるほど。これですね、はい、決め台詞むずい、はい、最後にね、一番グッときた方を青木さんに判定してもらって、優勝者以外にはきつい罰ゲームがありますので。優勝者以外、はい、優勝者以外複数じゃん、一人以外、はい、あかんと一人やんの。一人にご褒美じゃなくて、できてない人に罰ゲーム方式。勝てばいいっていうわけでしょ。そうです、そうです。全員勝てばいいから、はい、うん、全員勝てば無理やわ。どういうことは無理か。じゃあ早速トップバッターの恋愛マスター西村くん、どれがいいですか？これいっぱいありますけど。じゃあショートケーキで。あ、いいね、いいね、あざといね。トップバッターリトル関西の胸キュンエース西村拓也くんは、生クリームたっぷりのショートケーキをチョイス。さらに今回はですね、カメラさんにどんな角度で撮ってほしいかね、注文ができるそうなんで、オーダーしちゃってください、自由に。あの、同じ目線、あ、もうちょ、あ、じゃあこっちしようかな。はい、向かい合って食べて、一緒にカフェ行ってるみたいな。あ、いいね、いいですね。なるほど、お願いします。ドラマみたいや、はい、では西村くんの頬張りです。用意アクション。いただきます。これフォークないか。手で食べたいと思いますね。はい、手でわんぱくね。うん、むっちゃ美味しい、むっちゃ美味しい。これえ、撮ってる？ちょっと撮って撮って。よし、このケーキ甘いな。このケーキみたいに甘い恋しよう。どうでしたか、青木さん、今の癒されましたか？いやー、うん、あー、癒されたなんか食べた後に口に生クリームついてる方が良かったな。あー、なるほど、セルフでつけたんですけどね、ちょっとまあ、お茶目でした。あ、ありがとうございます。続いて、リトル関西のツンデレ王子大西風雅くんは、一口で頬張りたくなる巻き寿司をチョイス。そして気になるカメラのアングルは、やっぱ今の時期ソーシャルディスタンス今も保ってるじゃないですか。だからちょっと遠くで撮ってもらいたいなと思うので。逆にね、いや、そう、あの遠くで、できるだけ遠くでソーシャルディスタンスを。あの、難しいな、なかなかなく。青木さんどうですか、これは。僕の食事風景を。絶対難しくないですか。ですよね。リアクション大丈夫かな。全然全然、僕プロなんで、はい、では、ふうさんの挑戦です。用意アクション。ほな、いただきます。レポーターみたいな新しい距離感。ああ、これは、うん、韓国語で例えると、お、うん、저는불가입니다기사내주세요야돼終了。あれ、意味は言わないで、言わないで。今意味ちょっと聞きたいですね。聞きたいですね。どうも、大西風雅です。はい、お会計お願いします。なんでお会計なんでやばい、滑った。
あの海藻丼がめっちゃ美味しいわとか言ってたプラスやでやったら可愛かったんですけど、お会計まあでも一口で言ったのはね、ちょっと頬張り感、頬張ってましたね、確かにね、頬張り得点はすごい高い。食べる食べる、うわっ、トイさん、こだわったところあります？こだわったところ、こだわったところですか？はい、まあ遠くから見てるってことで、やっぱり僕の食事風景をあの覗き見してるみたいな気分になるかなということで、ちょっとあの韓国語ぐらい何言ってるか分かんないこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。カファルマ、ゲストの青木愛さんが思わずキュンとしちゃう頬張り方をするのは誰だ。続いてリトル関西の個性派センター、島崎とわくんはアイドルっぽいシュークリームをチョイス。気になるカメラアングルは、じゃあ少しこう身長が僕より高い、あーそんぐらいの、あ青木さんちょうどね、多分僕よりは少し高いぐらいだと思うんで、いいねいや、ではとわくんの頬張りです。よーい、エクシ、いただきます。あー美味しそう、うん、おいしい。いや知ってた？シュークリームのシューってキャベツっていう意味やねんけど、僕たちもさキャベツみたいにみずみずしい恋しようや。終了、いいですよね、もうザ・アイドルって感じで。あーそうですね、みずみずで仕留めてきた感じあるよね。あれずるいですね、上からってちょっと上目遣い、うん、なんでみんななんか遠くから撮らないんですか。いや違うよ、食べ物を食べ物に例えるというのはまあまあいいことですね。誰専門家の方で食べ物を2つ表す一人だけなんか審査員いるよいい感じ。続いてリトル関西のほんわかリーダー岡崎小太郎くんはおしゃれにバケットサンドをチョイス。気になるカメラアングルは、パック、じゃあ僕真正面で、おおいいね、緊張するわ、一緒に食べてる感あるアングルは強いですね。ではコタちゃんの挑戦です。よーい、アクション。うわーでかいの届いたよし食べよう、いただきます。うん、おお、おいしい。でももうお腹いっぱいは、一緒に食べよっか。あー終了。あーこれどうでしたか。え、頬張り感は良かったですよね、うん、確かにね、頬張り感はあったけど、一口食べてお腹いっぱいってどないやろ。前なんか食ってきたんでしょうね。でもなんかね、優しいポッキーゲームとかみたいな感じで、そう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 、こう端端から食べようっていうやつなんでしょうけど、今ソーシャルディスタンス的にそういうのはやめてもらう。ちょっと待って、リアルやん。続いてなにわ男子のチャラ男系イケメン高橋恭平くんは絶対に譲れなかったというドーナツをチョイス。気になるカメラアングルは、僕も拓也と一緒で同じ目線かな。はい、はい、それね、はい、いいですね。では早速恭平くんの頬張りです。よーい、アクション。いただきます。うわー俺このドーナツめっちゃ今食いたかってんな。いただきます。うん、美味しい。ドーナツってさ真ん中なのもぼきたになるよな。あ、俺の一番帽子見つけた。今のいいです。高評価。もっとおしゃれなこと言うんかなと思ったら、まあまあダサいってでもっぽさが見えてて可愛らしいですよね。なんかくすって笑える。続いてなにわ男子のリアコイ兄さん藤原丈一郎は大きめのおにぎりをチョイス。カメラアングルでこだわりを見せます。僕はそうですね、あの横たまにいるじゃないですか、うんうんうん、あのテーブルやのにお互い向かい合わせじゃなくて横に座ってるカップル、あれめっちゃ俺腹立ってんねんけど、今日はそれをやりたいと思います。真横でそうですね、こんな感じでここで喋る感じ。あーいいね、あーいい、はい、はい、彼氏目線や、彼氏目線やっこい、やっこい。ではジョー君の頬張りです。よーい、アクション。おにぎり結んでくれた、ありがとう。じゃあいただくな。結んでくうんまっ。え、ほら、おかさんめっちゃうまいやん。
めっちゃ料理できんやん。めっちゃいいやん。なんなん。じゃあ次は俺たちが結ばれよっか。終了。どうでしたおにぎり結んでくれたおむすびですよ。なんか最高っす。俺大好き。めっちゃいい。おむすび結んでくれたって言わないけど、最後の俺たちで結ばれよっかにもう無理やりつなげるために結んでくれたんって言ったんですよ。そういうちょっとね、そういうことです。かっこいい。でもカメラアングル良かったですよね。良かったですね。薄々感じてました。結んでくれたんって言った瞬間、結ぶって何なの。ちょっとざわついて、こっちざわついてました。僕的におかが好きなんで、おかがチョイスやっぱ良かったかなって。いや、俺チョイスしてほんまにおかさんがやってくれたから。そう最後になにわ男子のスーパーエース道枝俊介くんが選んだのはなんとバナナ。果たしてどんなカメラアングルで勝負するのか。じゃあ真正面で。おー王道や。さすが。いいですね、真正面。シエラくんね。よし、道枝くんの頬張りです。用意アクション。いただきます。大きいな、このバナナが。あ、すごい。うわ、ん、いる。あ、いいよ。あー、うい、あげない。俺が食べるもん。いただきます。でもさ、バナナの皮ってやっぱり滑っちゃう時あるやんか。でもそんな滑っちゃったりとか、いろんな試練がさ待っててもさ、俺ら二人で手と手取り合ってめちゃくちゃいい恋路歩もうか。終了。いいですね、途中まで。いや、どうなんやろ、俺らはうんって、まあ、いろいろあるけど、青木さん的になんか見てて恥ずかしくなる。確かに、恥ずかしい。ちょっと俺も恥ずかしくなっちゃった。いや、しかもあのバナナで滑ることもあるって。滑ることもあるってアニメ界だけやそれ。全員の頬張りチャレンジが終了。果たして青木さんが気に入ったのは誰の頬張り。道枝くんで。よっしゃー。はい、ということで一番良かったのは道枝くんでした。マジか。選んだ理由は、いや、あのそのバナナ滑るとかは私もないなと思ったんやけど、そこまでの自分が食べるとこまでがなんかちょっとキュンとした。うわ、なんかそれ高校生とかの時にやられたら、わ、めっちゃこれは惚れてまうなっていう。確かにね。次は何番星にしようかな、これ。ちなみにあと2人悩んでたのは高橋くんと島崎くん。くそ、まあね、そんなソーシャルディスタンスは絶対入ってない。いや、入ってると思ったよ。ってことは俺らもう悩んでたんやったらありちゃん。いや、罰ゲームやで。罰ゲーム。そらそうやで。道枝くん選ばれてどうですか。え、すごい嬉しいです。なんかバナナってやっぱ難しいじゃないですか。 それ選ぶんやって思いましたもん、うん、もう一個残ってたのに。アメリカンドッグかっこいいですよね、うん、バナナのそのなんていうんですか、まあ結構難しいジャンル選んでこうやって優勝できたっていうのは本当にあの青木さんのおかげだと思うので本当にありがとうございます。バナナで優勝できた。バナナで優勝できました、ね。はい。でもこれで終わりではございません。優勝者以外の方には罰ゲームが待っております。はい、はい、題してビリビリシンクロイエーイ。この道枝だけは何ですか。それはい、ビリビリシンクロ、青木さんから指定してもらったアーティスティックスイミングのポーズでビリビリペンを6人同時に押してもらってリアクションをしながらシンクロしようという罰ゲームでございます。え、ボタンを押して痛いじゃん。もうなんか一人だけビリビリとかじゃないやん。全員だよ、全員ビリビリない。いやいや、何かよ。ということで青木さんが罰ゲームのためにアーティスティックスイミングの振り付けを教えてくれます。全員一緒なんやけど最初、はい、それやってかもしれない。こっち3人とこっち3人、はい、こっち3人、こっち3人は1,2,3,4,5。え、ちょっと待って、1,2,3,4,5。こっちは逆な、1,2,3,4,5だけじゃないんや。え、じゃあこれどこで押します。1,2,3,4,5 5で押します。
1,2,3,4,5 押す。3ぐらいから押してもらってもいいけど。いやいや、早く1人見つけめで怖い怖っ怖いってちゃんと押すんだこれほんまに。え、そのリアクションで乗り切ろうとしたらダメっすよ。よっしゃ、あちゃんと笑顔もやっぱキープしておいた方がいいですよね。笑顔で大事ですからね。あーこれ演技やと思ってですよね。だからそれでは罰ゲーム、ビリビリシンクロです。お願いします。やばいやばい、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 ほんまに無理や、貧困業は大好き。みんな行くわ、今行こうとしてるやん。男やったら行くんや。行くや、俺らはミッチに負けてんねん。俺は男だ、行くぞ。よっしゃ、よし、さっきプリキュアで行くぞ。やばい、みんなジャニーズや、笑顔を保って。はい、行くぞ、お願いします。やって死ぬわけではないから。はい、あ、ほんまに怖い。やばい、やばい、やばい、今日変なにしてんねん。そのボスドキドキしてる。いや、ほんまに怖い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 。マジで笑顔いった、ほんまに。しゃあ、いくぞ。やばい、やばい、やばい、めっちゃバクバクしてる。いいぞ、いいね。せーの、1,2,3,4,5。みんなこれシンクロできてましたか？ちゃんと押したか、みんな。ちょっと待って、押したって。押したって。いや、ちょっと6人とも押したかな。なんかみんな同じようなリアクションばっかり。いやいや、あれですよ、ほんま言いたい。いっと、やりましたよ。みんなビリビリ食らったところで、はい、以上、万博キュートにかぶりつけ頬張り男子選手権でした。冷静に締められた俺らの気持ちよな。
ました。マイドジャーニー MC 向井康二です。平野翔です。マネージャーともです。よろしくお願いします。永瀬廉です。大西流星です。西畑大吾です。お願いします。お願いします。じゃあ早速テーマを発表します。今回のテーマはこちら。でね、結婚。皆さん結婚してます？してるわけないやろ。でも俺らまだ結婚できひん年。そうそう、工事だけやから結婚できる年は。そうやな、もう18超えてるからね。する？いや、しない。何ちょっとカッコつけた。キャーって来て喜ぶのやめてくれ。ありがとう。まあこのテーマにぴったりなゲストを登場していただきましょう。この方です。どうぞ。でも何で佐藤さんが結婚と関係あるんですか？実は前回あの出させていただいた後に私結婚しまして。おめでとうございます。ありがとうございます。今年の1月12日に入籍されたサントス・アンナさん。お相手はなんと東北楽天ゴールデンイーグルスの今学投手。2年半の交際期間を経てめでたくゴールインされました。今回ね、新婚ホヤホヤのサントス・アンナさんと結婚式でトークしていきたいと思います。はい、それではマイドジャーニースタート。今年の1月に楽天の三馬投手とですね結婚されですね、はい、新婚熱々のサントス・アンナさんと結婚についてトークしていきたいと思います。ありがとうございます。いきなりなんですが、はい、サントスさんが美人時代に
新時代に結婚のことをどうやって考えてましたか。はい、本当にいきなりだね。どんなイメージで。そうですね、結婚に関してはあんまりこういいイメージがなくて。え、そうなんですか。うん、なんか仕事ができなくなるとか自由がなくなっちゃうんじゃないかっていう、生活が縛られるってことですね。そうそう、そういうなんか悪いイメージが結構多かったですね。それは結婚してその感じは変わりましたか。そうなの、変わりました。教えてください。ちょっと結婚して、はい、ぜひ。結婚のイメージってやっぱあるの、みんな。なんかやっぱりこう、やべ、なんか華やかな感じするよね。いやでもさ、逆にさ、こうなんかこう養わなあかんっていうのがちょっとさ、そうだろう ね。いやでもパパになったら絶対子供とキャッチボールとかしたいよ。あー、いいね。いかれるんだ。フリツビーとかね。あー、いいね。おい、お前旦那さんピッチャーやねんからそのままキャッチボールしとけよお前。なんだお前。なんでそもそも野球選手と知り合ったんですかね。ああそれ聞いちゃうか。いや聞いちゃいますよ俺も。聞いちゃいますか。いいですか。いいですよ。いいですか。もうね、本当にね、夢みたいな話なんだけど、はい、スポーツニュースを見てて彼が映った瞬間にこの人と付き合いたいと思ったの。へ、うんうん、本当なの。野球のことなんてもう無知、はい、何にも知らなかったんだけど、はい、パッて映って音が鳴ったの、ズキューンっていう音が。あ、一目惚れだったの。うわ、夢から覚めてないですよ多分。おいおいいいやけ別に。ズキューンって現実的にはすごいよ。そしたらたまたま私の知り合いが彼と知り合いだったの。いいじゃないですね。すごいでしょ。すごいね。そして今に至るんですけども、運命です。運命ですそれ。いや、そうだよね。週刊少年西畑の、西畑ですけども、記者とかいらんからね。普通に聞いてもらったらいいからね。あ、そうか。そう。まあ僕が聞きたいことはですね、どんなことをしてたんですか、そのニュースを見た時に。今年のその東北楽天ゴールデンイーグルスには。はい、こういうこのなんつうの投手が入りましたっていうのでニュースで特集をしてて、ゴルフの石川遼選手に似てる選手が入りましたって言って 3,2,1 で振り向いた時の笑顔にドーン。完全にもう 3,2,1 ズキュンでやったわ。ここ後ろ向いてからこうこうやったやろ。それはいはい、どうも、どちらですか、どちらですか、どういう感じでいくんだ、あの、その順番にお願いします。はい、質問がなければ次の方お願いします。ありますあります、はい、週刊長瀬っちです。はい、あの、最初付き合う時の告白はどっちからなんでしょうか。おお、どうだったかな。でも私が好きって伝えて、多分彼が告白しなきゃいけないなっていう雰囲気を感じ取ってしてくれたんだと思う。いやー、いいっすね。そんなストレートのボールが飛んできたわけですね、ここに。そう、ね、おありがとうね、なんか全然わざわざなんかいろいろありがとう。実は事前にサントスさんに、あの、旦那さんの好きなところベスト3を聞いているんで見ていきましょう、うん、こちらです。1位笑顔、2位が周りの人を大切にする、はい、そして3位はクエスチョンということなんですけど、やっぱり笑顔ですよね。それでズキュン来ちゃったから。周りの人を大切にするっていうことですか。まあ、私の大切にしている子、友達だったり家族だったりとかをやっぱり一番に大事にしてくれる人、うんうんうん、とか彼の口から人の悪口を聞いたことがないよね。いいね、いいですね。大事だよね。大事ですよね。そう、だからここまで来れたんだろうなっていうことにつながったのかなって。うわー、うん、なんかめちゃくちゃ理解してるところがまたなんかホワホワしますよね。まあ今1位2位をね聞きましたけども、はい、問題ですよ、はい、もう3位に何が入るか。あ、客船日、客船日、どうもどうも、客船日ってさっき言うなよ。俺今から答えようとしてたよ。あ、そうなん。おい、そう、ここ、ここのここを言おうと思ってたのよ。言うなよお前。おい、あかんやろそれは。ちょっと通知とかないと既婚できないよお前ら。なんで俺なんで俺なんで俺ちゃうやん。違う、ヒントヒントヒントください。ヒントヒントもらうか一回。生活する上で、はい、とても重要、前に進むために。じゃあ絶対そうだ。あ、じゃあ言って、ショーショーショー言ってみる。水回りをきれいにする。おー、大事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 や、これや、大事やわ、絶対それよ。
口周りめっちゃ大事なんだけど、はい、ちょっと違うかな。違うなんかそういう生活じゃなくて、はい、人生、はい、ねえねえねえ家庭的なとこ違うわ。最後流星決めといて。ボールの球ぐらいの140何キロのスピードでまっすぐ直線に進むこの心ですかね。140キロ。それがこう来たね。ボケてね。中学校1年ですが。いや、おもろいお前、正解、最高やわお前。正解じゃないんで、ちょっと正解言いますね。正解こちらです。最後はとても現実的なところ。どういうことですか。例えば、はい、あの去年その楽天が優勝して彼が MVP を取った時に、はい、私はさ、うわーってなるじゃん、はい、おめでとうって、はい、その余韻に浸ってたかったんだけど、はい、もうねすんごい冷静だったのね。もう今回勝ったから来年が大変だっていうのをポッて言ったの、はい、なんかその時にあこの人にちゃんとついていかなきゃいけないんだなと思ったし、前を進むには今のことだけじゃなくて先をちゃんと見なきゃいけないんだなっていうのを彼から学んだから、あそうそうそう、なんか自分もいい風に成長できるきっかけを与えてくれてすごいいいですよね。そうなの。結婚を決意した理由っていうのは何なんですか。はあ、まあ、あの彼と付き合って、まあ、2年半ぐらいなんですけど、その2年半の間に本当に彼にはたくさん幸せとか感動をいっぱいもらったので、いやもう次は恩返しをしたいなと思ったのと、もう少し仕事したいから待ってっていうのはすごい無責任だなと思って、で私も幸せにしたいなと思って結婚を決めました。やばいな、そんなん聞いたらな俺無理やと思い始めた。大丈夫。